じゃあ先ほど、お酢につけていただいた、はい、サバ、しめサバと、はい、いうことで、いいですね、綺麗ですね、はい、これ1時間ほども経ったんですね。そうですね、1時間ほど経ってますね、こうやって、はい、余分な酢、はい、じゃこの後それは乾いた布で拭く感じですか。あのちょっと濡れてる布は一旦水道、まあ、水道水で濡らして絞ってと、はい、そうですね。このさらしっていうのは我々使うんですけど、はい、余分な水気を取ってくれるんですよ、うんうん、の利点と余分な水分、ちょうどいい感じの水分も与えてくれる、はいはい、ものですんで、うん、だから我々さらしっていうのを使ってます。さらしって一般に買えるものなんですか。買えますね。あのネットなんかで今ググっちゃえば出てくると思いますけど、あ、はい、買えます。あ、そうですか。じゃあさらしというふうに検索すれば買えますと。はい、買えて、あとは大きさは自分の好み、自分の手のひらに合った大きさに切ってこうやって使えばいいと思います。はい、はい、あとこのさらしなんですけど、こういう状態でやってるお寿司屋さんとかあるんですけど、これはちょっといただけないかなって。そのお客さんみんなちゃんと畳んで、きれいに畳んで使うっていうのそうですよね、まあ、拭いた部分、使った部分、ちゃんと分かりますからね。はい、じゃあ、行きます。まあ、腹を外す、今、どこに包丁、はい、ここのあばらですよね。はい、今は包丁こう入れて、はい、これを取っちゃいます。こちらなんですけど、まあ、私なんかもあのこれ白い筋残ってるじゃないですか。ありますね、はい、これも外しちゃってください。要はこの延長は一番最初に出してたあの下ろす時のライン、はいはい、の部分ですね。でこれが意外とこれ お刺身あの寿司にした時にこの筋が硬いんで、うんうん、外した方がいいと思います。こっちの方もここの筋が硬いんで私はこう、はい、外しちゃいます。はい、はい、最初の下ろす時のあのラインっていうのはあの真ん中から5ミリぐらいって言ったライン、そうですね、多分ここは3ミリぐらいだったんでしょうね。つまりちょっと、はい、もう少しあの厚く厚く、そうですね、真ん中から刃を入れてもよかったかもしれないと、よかったかもしれないんですけど、うんうん、ここがあるおかげで身が丈夫、守ってくれてるんですよ、うん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 、っていうこのジレンマがありますよね。はい、はい、じゃあ次骨を抜くんですけど、これはまあ地味な感じですね。そのコツは、コツ自体はないんですが、まあ、ただこっちに引っ張っていけばいいんですけど、で抜けにくい時あるんですよ。なんか、はい、抜けにくいなって時はこういう布を下に引いてやると抜けやすいです。あの滑りにくいとか、滑りにくいとか、まあ、これちょっと抜けにくいんですけど、こうここに要するになんていうんですか、この間にこれが引いてないとこういう浮いてる状態なんですよね。で抜こうとするとこう浮いてるのが浮いてて浮いてて浮いてて、それでなおさら抜けにくくなる。ところがこういう濡れたのやとピタッとなってるんですよ、サバと。それで抜きやすいのはありますね。身が浮かずに、そうですね、しっかり、はい、まあ、力が入るというか、はい、とか、はい、それでもこうやって、ね、先ほどはこういう骨だったのが今こうやって切れちゃって、はい、ね、もう私が下手なのかありますけど、でこう指で触ればあるんですね。さっきの中途半端な切れちゃった骨 の、はいはい、その骨を、そうやって一個一個全部取っていくってことですね。そうですね、ほんとサバとか、まあ、サバに限らずみんな全てがそうなんです。骨があるともう台無しなんですよ、はい、もっと台無しなの。鱗があるともっと台無しです、はい、だからそういったものをしっかり取る、うん、でまあこういう感じですね。でサバの骨ちゃんと最後まで中の方までちゃんと抜けたかなって、一番わかりやすいのはこう最後の最後こうこうふにゃふにゃってなってるんですよ。わかりますかね。
なんか黒いのがあればわかる。ああ、見えます見えます。これが、これが書いてわかりにくいかな。もう最後が、ふにゃふにゃっていうのがあるんですね。ちょっとふにゃふにゃとしてますね。はい。それが見えたら、あ、ちょっと抜けてるな。あ、先っぽまで取れたっていうのが、そのふにゃふにゃが見えると。ところですね。はい。逆にまっすぐで、ブツッと切れてると、あ、この部分は残ってるかもしれない。うんうん、はい。はい。結構ですね。まあ、全部抜いてるんですけど、今日は急いでね、こうまでにしておいて、ね、皮を。本当は、お尻のところまで全部抜きますよ。抜くんですよ。はい。はい、でこの時もあれなんですけど、こっち側の端っこ向きた、まあ、向けた、だ今度こっち側の端っこもちゃんと向けたのを確認して、こうやって押さえてこうパッと向けます。あ、これが残ってやるともう変な形、身までくっついてきちゃうんで、その角の、ところにやっぱりちょっと指が入れられるような隙間があるってことですかね。ある、ないんで、一般の人はこうなったら、なんていうの、少し身と皮を一緒にこういうのでつまみちゃって、うんうん、ちょっと身もついちゃうけど、うんうん、それでやる、はい、恐る恐るやる、こちらもプロとしては、恐る恐るやる、それを指で分かるんで、もう感覚的にできるということなんです、はい、でこうですね、はい、はい、分かりました、はい、本当はじゃあそれを最後お尻の方まで、最後までやります、はい、開きました。これから、はい、その身を切ってお寿司にしていただける、はい、まあ、私たちはこう、ここからお寿司を一貫とかやるんですけど、はい、まあ、家庭でやられる場合はもう、そうですね、ちょっと最初の1個は捨てちゃうようなイメージでやって、最初の1個は捨てちゃうんですか、はい、どうしても形がこうデコボコになってての、うんうん、同じ厚みじゃないんですね。ああ、そうなんですね、はい、本当はこの頭を外すともそれを計算してやればいいとは思うんですけども、それでも最初の1個は私なんかも捨てちゃう、形を揃えていくっていうことが重要なんですね。はい、重要で。大体何ミリぐらいの厚さっていうのはありますか？あ、ミリ単位でやったことはないですが、はい、まあこれだったら本当2ミリぐらいですか、3ミリとか。逆にどういう感覚で厚さを決めてるんですか？切った包丁を入れた瞬間の、あ、硬いなと思ったのを薄くしてきます。で、切ってスッと入るのは味があれなんで厚くしちゃうんですね、はい、瞬間で決めちゃいます。じゃあもう包丁と、はい、サバとなんかそういうコミュニケーションがあるんですね。あります。で、一番わかるのは、皆さんこうやって動かして包丁を見るんですけど、私たちはこっち あの左手支えてる手で、はい、あ、今日はこういう感じだな、今はこういう感じだなっていうのを感じながら切り付けしてます。はい、はいはい、でも切り付けしてですね、はい、で先ほどあのサバ話した時に、もしかしたら骨が残ってるかもしれないんですよ、はい、最初の 1,2 巻目は本当に気をつけてください、はい、残ってるかもしれないと思ったら、そこに包丁をこうやって入れるんですよ、印をつけるんですよ、はい、そうするとあの骨があると分かりますから、うん、あ、骨があった、そしたら抜けばいいんです。今こうやってやってる時も実は骨ありました、そしたらここで骨を取って外してあげると、先ほどあの途中で切れた骨の骨が残ってます、はい、で大丈夫だろうっていうことはないです。私なんかももう20年以上やってる私ですらこういうことがあるんで、絶対はない、絶対はない。はい。
い、まあ、こんな感じでお寿司になりました。そうですね。おお、めちゃくちゃ美味しそうですね、これ。そうですね。脂乗ってて、この瞬間が私たち一番楽しい幸せを感じる時です。はいはい。はい、あの握り方をもう少しちょっとゆっくりめで教えてもらってもいいですか。あ、はい。まあ、いろんな握り方がありますが、はい、まあ、大きさも大体これが 15g ですね。 15g ですね、はい、丸い形を取りましたら、はい、わさびとネタを同時に持ってわさびをつけます、はい、こう丸いのを乗せます、はい、さあこれをね、皆さんはこれをどうしてるのかなと思って一旦我々壊しちゃうんですよ、はい、平らにこういう形にしちゃいます、うん、はい、で真ん中ネタとわさびとご飯の真ん中を決めちゃうんですね。決めたと同時にひっくり返します、うん、はい、そしてこれ上にネタ乗ってますから下のご飯はこんな感じです、うんうん、はい、もうなんかだらしない形ですよね、はい、それを脇を締め、この上下を上下を締めで反対側も同じように締めて、でこう出しする、うん、ですよね、ちょっと今クラッと見ちゃいましたけど、はい、基本的にこのサバであっても、他のマグロであってもでも、そのネタのと一緒にする部分は変わらないんですか。変わらないですが、ね、特別サバの握り方とかっていうものはないないですが、違うのは例えば貝類とかイカなんかそうですね、はい、イカだとこう滑りにくい、あの滑っちゃうんで、うんうん、またちょっと握り方は変えます。はい、もうその時はこうやって握るかな、私はこっちに返しますね。一旦こっちの手を使って、はい、助けてもらって握ります。うん、はい、で握るのはもう何回もこうやってやってるともう温まってもう嫌ですよね。なんか私の手でこう触ってのうん、ね、2回で、私は2回で決めますが、もっと言うなら1回でこうパパって決めてやると、9名のあの社長なんかは1回で決めちゃいますね。1回でパーンって決めて、はいどうぞやってる時は神業だなと思います。